どうもこんにちは、ケイです。今日のサブチャンネルは、H&M6 のコラボアイテムを見ていく。はい、ということで、まあ、あの、いろいろと話題の H&MM、m m m <laughs> h m, m じゃなくて H&M6 の、えっ、ー、と、コラボですね。えー、が、4月18日から発売。もうあと1ヶ月ないぐらいと。いうことで、まあ、非常に注目されてますので、今日は、えー、その、アイテムですね。 値段込みで見ていこうかなと思います。はい。じゃあ、このように、えー、画面出しますので、えー、皆様そちらご覧ください。えー、ということで画面切り替えました。皆様見えますでしょうかえっ、ー、と、スライドが60までって書いてあるので、まあ、60個空いてもあるのかなまあ、全部見ていきましょう。はい。有力やっていきますが見ていきましょう。ということで、はい。あの、まあ、ちょっと今回のすごく目立ってた、あの、ウィメンズのモデルさんが着てたやつだよね。これね。いやーこんなジャケット出るんだもんね。まあ売れるだろうな。 うんまあ、売れるだろうな。間違いなく。まあ、ブラック。あのなんかさ、すごい、すごいやつあったよね。あこれか。こっちは、あ五5万すんだ。ほどう、どうなんだろうね。こういうコラボで5万出す人って、どれぐらいいるんだろう。まあ、この、ちょっとこの後どれぐらいの価格帯かにもよるけどさ。まあ、でも、ジャケット、メインのが3万5千するなら、まあ、まあでも、まあ、あんま売れねえだろうな、これは。こっちは売れると思う。まあ、うん。こっちは売れる。多分こっちは難しいんじゃないかな。 まあ、6とかをね、普段から着てるみたいな感度高い方なんかは行くかもしんないけど。うーん。まあ、なかなかちょっと難しいよね。で、コート3万、4万。ああ、なるほどね。でもまあ、4月後半でしょこれ出るの。18日でしょいや、4月後半に買うかなどうなんだろうね。どれぐらい人気出るんだろうああ。 ああ、こっちの方が人気なのかないわゆるトレンチの方がね。3万5千円。ああ、なるほどね。じゃけど、ああ、もう、これはもう、もう、もう、速乾じゃないですか。もう、好きでしょ。ロック好きな人、サカイ好きな人、ピータードゥ好きな人とか。もう、もう、もうね。ええー、この絵はもう、マストじゃないですか。秒、まあ、でなくなるでしょうね。これはいいですね。ああ,あ、いいね。まあ、記事気になるところだけどね。うん、まあ、記事気になるところだけど、これいいっす。はい、次。ほー。これなんか、 レザーなのこの値段ってことはフェイクなのかなどうなんだろうあー、でもいいね。あー、いいね。いいね。確かにかなりいいね。えっ、ー、と、日本と韓国限定。5万。まあでもなー、2万5千だったらみんなこっち行くだろうね。あー、嬉しそう。はい。おー、いいね。いいね。まあこういうのまあいいですね。はい,はい、はい。あ攻めてんねー。攻めてんねー。こういうのが売れるかどうかがちょっと。 見物だね。どれぐらいコールが売れるか。えー、トップ。はい。もうがっつりウィメンズアイテムですね。ちょっとあの、えっ、ー、と、僕が興味ないものは飛ばします。すいません。スカート。あーまあ、これスカートはいいな。まあ、生地次第だけど。スカートだったらこれ、確かに面白いな。で、プリーツのスカート。おー。絶対人気じゃん。旅ブーツ履いてみたいな。うわ、絶対人気じゃん。これはすごいでしょうね。これすごい予想です。T シャツはちょっと意味わかんないから別にいらない。いやいやいや、言い過ぎた。えっ、ー、と、スウェット。 うん、これロックのあのいつものあれ書いたのか。あ、まあ、まあ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 でもまあねコラボとか好きな方なんかはまあ買うだろうね。T シャツはいらないけどまあスウェットは意外と、うん。ちょっと丈長いもんね。ィメンズらしくね。まあまあまあ売れるかもな。この辺はちょっとわかんない。うん、わざわざ買うかああ売れるだろうね。ああ売れるだろう。これタグはああ売れるだろうね。このタグね。ロックのあのタグでしょ。 ああ、売れるだろうね。これはちょっとよくわかんないけど。うん、まあ売れるだろうな。1万5千円。おー、いいね。まあ難しいけどいいです。あおー、いいです。な、ピータードゥーみたいだね、これね。3万5千なんかこのレザーのアイテムは日本と韓国限定なんだ。へえー、そうなんだ。なるほどね。はい、次、ワンピース。うん、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 うん。まあまあまああ。あおー、急に、えっ、ー、と、アイウェア、はあ。ケースとクリーニングクロス付き。へえー、その、 よくファストファッションって、ファストファッションって、こういうとこって、アイウェアってどうやって売ってるんだろう箱に入ってんのかな本当は。箱もついてんのすごいね。えー、ピアス。うん。ネックレス。うん。うん。ピアスなのこれ。え。すげえ。こ、は、れ、あ、でも面白いね。あああこれちょっと確かに面白いわ。すげえ。両耳、こうね。 へえ、すごい面白いね。ああ、まあまあいいなまあいいなうううううんうんうんん、うん、まあいいなうんうんいいなタイツ、うん、まあまあいいなで、オシューだ。えー、っと、わ、すごいね、ボルトみたいな。あ、まあ、まあ、あんま売れねえだろうな。ベルトは売れる。うん。ああ、ブラックも絶対売れる。ブラックなんならいいね。なんならブラックいいね。ああ、いいね、いいね。これいいっすね。はい。ええ、うんまあ、まあ、うん、まあ。まあまあ うーん、うん、まあまあまあ、うん。うん、あまあ、あえては面白いけどね。うん、なるほど。おお、メンズ来ましたよ。ほう、すごいね。えっ、ー、と、ファイブボタン。へぇで、えっ、ー、と、ノッチ、でもなんか、なるほどね、なるほどね、この感じなんだ。ああ人気ありそうだなぁ。まあ、レザー、うん、人気ありそうだね。ちょっとクラシックに、ね、この襟の空きが少ない感じで、クラシックなスタイルングやりたいなんていう方は、 うん、好きそう。ま、記事したいだけど。おコートもあるんだ。ああ、まあでもさ、4月の後半にコート買うかまあだから、それは別な国で売れるって感じか。えっ、ー、と、7万円のレザーコート。ほまあまあまあ、デザインは確かにな確かに、まあ7万円で買うか買わないかっていうとこ。で、トレンチ。謎の T シャツ。うん、T シャツよくわかんねえな。ふ、ふ、おうーん。 うん、意外と、意外とまあ、人気ありそう。あこれちょっといいな。うん、これちょっといいな。ショット欲しい。ショッな。うん。いくつあってもいいよな。ちょっといいな。おおパンツね。おおこのベルトの感じ。ああでもまあ確かにいいんじゃないこれもね。こんなあるんだ。まあだから、生地、生地次第ってずるいよな。生地、ああ絶対売れる。これ絶対ウィメンズでも買うでしょ。 メンズのセーター。小さいサイズが秒でなくなりそう。ウィメンズでも欲しいんじゃないこのタグついてて。ああ、これは人気ありそう。な、メンズでもこの2連ベルトあんのあ、これ1連んんな、なにこれ ?2 連だよねああ、さっきのウィメンズの方がいいななにこれタイクリップえタイクリップなんか出るのうん、ソックスああ、まあ、人気ありそう。ブラックあんのかなどうなんだろうね白だけなのかなああ、まあ。ええー、なにこれなんかちょっとユニークなシューズ出るじゃん。なにこれちょ、ちょ、ちょっとかかでし。 うん、まあ、まあ、デザインはね。まあ、で、まあ、だからまあ、うん,うん、うん、まあまあ、なんだろうな、その、うんと、まあ、そのカジュアルな時というか、ラフな感じで出かける時なんかはいいいいかもね。この感じ。まあ、うん、うん。ちょっとその実物動画っていうところでちょっと、あなんかちょっとこの辺の感じとかちょっと怪しい気はするけど、三万か。あまあまあまあ、人気はあるだろうね。まあちょっとユニークなシューズ、まず欲しいです、みたいな人は、 好きかもね。まあ、この白のタグがいいっすね。後ろのね。これ、例えば、ね、あのー、まあ、短め、まあ、ショーツとかでもいいし。なんかこう、パンツからちょこんと出たりとかした時のディテイラー面白そうだし。まあ、これスクエアトゥうなんだよね。要はね。ほう、なるほどね。なんかでもま、メンズってやっぱメンズだな。まあ、まあ、まあ、このセーターは抜群に。まあ、うん、ショーツも悪くないけど。うん、まあ、まあ、テイラードか これか。やっぱ、ウィメンズの方が面白いよね。こういうコラボ。まあ、6はそうだよな。うん、うん。まあ、いいよね。いいね。この感じもいいし。まあ、こっちはちょっと難しいかもしれないけど、うん、いいし。デニム絶対売れるでしょう。で、まあ、スウェット絶対売れるじゃん。スカートこれ100売れる。うん、いいね。で、最初の。まあ、これか。まあ、目玉はこれか。もう、これは秒だろうね。で、これか。おー、なるほどね。 ということで、え、以上です。皆さん、え、ご視聴ありがとうございました。